それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのうちです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、ストロークの安定感が爆上がりするフットワーク微調整方法。やっぱ安定感は絶対ないと勝てないと思うんで、トーナメントは勝てないですよね。一発勝負であれば、はい、たまたまねめっちゃいい感じが、その後の、はい、なんでそこにみたいな、それも結構ありますよね。大物食いしてその後負けるとか、はい、やっぱストロークの安定感を上げていく方法って、見て強で何本上げたかなっていうぐらいいろいろテーマとして上げさせてもらってるんですけど、はい、合うテーマもあればちょっとそれじゃあねっていう人もいると思うんで、今回は、まあ、やっぱストロークの安定感って言った時に外せないやっぱフットワークですよね、うん、これも絶対外せないと思う。間違いない、はい、打ち方ももちろんそうだけど、その安定する打ち方するためにもやっぱり足がその場までいかない限りはできないと思うので、僕も多分苦手な部分なんですね。その微調整するっていうのが苦手なので、微調整法っていう今回テーマなんですけど、はい、安定しない人って微調整できてないわけじゃないですか。打点が毎回こうそうなるって、ずれちゃう、はい、で割と足のセットが決まりやすいっていうんですかね、同じ形でしか打てないみたいな、うんうんうん、あんまこう固めないというか、ね、ステップを同じだけじゃなくていろいろ微調整できる、はい、っていうのを今回うちのコーチに教えてもらいたいと思います。うわー私それだったと、同じ形でしか打てません、うん、みたいな人は今日の動画ねすごいマッチしてると思うので、はい、ぜひです、ね、動画の最後まで見て安定させれるように頑張ってみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではやっていく前に一つお知らせがあります。ついに DVD 第4弾が発売することになりました。第3弾からですね少し間が空いてしまったんですが、第4弾の名前はソフトテニスファンクショナルトレーニングという DVD になります。このソフトテニスファンクショナルトレーニングなんですが、どういう意味かというとですね、ファンクショナルトレーニングという言葉を訳すと機能的トレーニングという意味があるんですが、近年ですねソフトテニスをやっている人たちもトレーニングをすることが増えているかなと思います。ただその筋肉はつけたんだけど、ソフトテニスの中にそれを発揮できていないっていう人がすごく多いのかなっていうふうに思いまして、今回 DVD の第4弾は使える筋肉にしようという、ソフトテニスの中で自分の体をもっと有効的に使えるようになるためのトレーニングというのをまとめた110分の DVD になっています。で今回の DVD は、ね、3章構成になっていまして、第1章はソフトテニスファンクショナルトレーニング理論、第2章は後衛に必要なファンクショナルトレーニング、第3章が前衛に必要なファンクショナルトレーニングということで、僕が今まで疑問に思ってたことの一つに、前衛と後衛が同じトレーニングをするのはどうなんだろうっていうのが、思っていたところがありまして、もちろん共通する点もいっぱいあるんですけど、前衛に必要な動きと後衛に必要な動きっていうのは細かく分けていくと違ってくると思うんですね。サッカーもゴールキーパーとフォワードとディフェンダーとミッドフィールダーって基本的には違うトレーニングをしているんですけど、そういう風にですねソフトテニスも前衛は前衛のトレーニング、後衛は後衛のトレーニングっていうのは今まであまりなかったので、今回そういう形で分けさせていただきましたので、ぜひですね後衛前衛に必要なトレーニングを知って部活やチームの練習に取り入れてもらえればなと思います。ご興味ある方番組紹介欄チェックしてみてください。はい、それでは微調整が苦手な人の原因をですねまず最初に伝えていきたいと思うんですが、大きく分けて2つ原因があるかなと思ってます。で、まず1つ目がフットワークなんですけれど、どういうことかというと同じスタンスでしかボールを打つことができないっていうものですね。先ほどオープニングでも説明してたんですけど、このスタンスだったら打てるけど少しクローズになった時には距離感がおかしくなっちゃうよとか、ここでしか打てないから離れたりとかしたら対応できないよっていうことになってしまうので、ちょっとまずいろんなスタンスで打てるっていうところをやっていきたいなと思います、はい、早速練習方法ですねやっていきたいと思うんですけど、はい、構えたところから2歩動いて打ちます。その1歩目を右からとか左からとかっていうのを決めていきます。なので左からってなったら最後は右足で打つことになりますし、最初が右ってなれば最後は左足で打つっていう形になるので、右足で前についたり後ろについたり広くついたりっていう右足の調整、うん、左足でなればクローズになるのかスクエアになるのかオープンになるのか、はいはい、これで左と右足で細かく調整っていうことができるようになるので、まずそれを早速ですねやっていきたいと思います。はい、じゃあ塾長お願いします。お願いします僕が微調整が苦手なので実験台に
じゃあ最初左足一歩目からいきます。左足一歩目から1、2、3、そうです。おい1、2、3、おい、おい、あ、むずい。左1、2、ちょっと前、はい、はい、3、3、3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 、あ、いいですね。はい、3、3、お、良くなってきた。うわ、むずい。はい、はい、はい、お、こいですね。はい、はい、OK です。じゃあ次、右足からいってみますか。はい、はい、右左、はい、右左、はい、はい、むずい。右から、右左、パーン、はい、右左、パーン、はい、ナイス、こういうとこ、はい、はい、はい、おー、いい、はい、いいですね、はい、いいですね、はい、はい、ラスト、おー、はい、塾長ありがとうございました。ありがとうございました。で、今見ていただいた通り、右足からとか左足からとかってなると、ちょっと大きくしなきゃなとか、うん、リズムがだんだん合わせれるようになってきてたので、うんうん、途中近いところもこう右足前でも安定して、そこ難しかったです、最初。でも途中からこうリズムよく打ててたので、だんだん自分で調整していたら良くなってました。で、ダメな人の原因として何が多いのかっていうと、どちらかの足のつくタイミングが早すぎるっていうのがあります。もし右足から行くってなった時に最後左足でつくと思うんですけど、左足がその先についちゃうともう調整できないのでボール合わないようになるんですけど、塾長の後半の方は右足で行って最後左足を選択しないといけないので、ちょっと待ってたんですよね。そうです。待って、あ、ここだなっていう最後調整するためにつくのを少し遅らせたんですよ。で、右足つく時もそうです。左足から行って、でそこから、あ、右前だなはいはいはい、っていうつくタイミングを調整していたので、だんだん上手くなってたんですよね。なるほど。なので大事なのは最後の一歩をつくタイミング、左でも右でもどっちもそうなんですけど、左がついて打つ、右もついて打つっていう、この自分なりの打ちやすいリズムっていうのが絶対あるはずなんですけど、それが先について固まって待っちゃうってなるともう動けなくなってしまうので、うんうん、この最後の一歩をつくタイミングを合わせるっていうのが最後まで足動かせる、微調整ができるためには必要なので、これが今の練習で自然と今塾長はできてたんですけど、もしこれがあれなんか全然うまくできないなっていう人は、最後の一歩のつくタイミングが早いっていうことが、なるほど、はい、原因になるので、もしそれでやってみたけど、あれうまくいかないなっていう人は、そのつくタイミングを待つっていうのをやってみてください。なるほど。じゃあちょっと塾長に足つくの早いバージョン、NG バージョンのやってもらいたいと思います。はい、はい、左右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 、はい、いいとこ来たら打てるけど、はい、ちょっとずれると思う。ちょっと短くとかだと全然打てない。逆もいってみますか。いいとこ来たら打てる。ここ打てる。はい、ありがとうございます。今みたいにですね、本当にここに来たらもちろん打てるんでいいと思うんですけど、やっぱり外とかでテニスしてるといいところだって思ってたのに、風によってこうボールがずれちゃうとか絶対にあると思うので、その時に最初からつくっていうよりも最後ギリギリまで待って打つ、このついてから打つまでのリズムは結構同じでもいいかなと思うんですけど、まあ、ただこう上級になってくると、それがライジングで行ったりだとか、相手勢見るためにわざとついたんだけど落として待って打つっていう、そこの駆け引きとかはもちろん出てくるんですけど、まずは相手でかわすっていうよりも、まずボールを安定して入れるっていう方が大事かなと思うので、そのためにはこのリズム、ついて打つっていう、このリズムをある程度同じリズムに持っていくっていうのは大事なことなので、今の練習まずやってみてください。はい、マックス・パーカーの
新色が発売することになりました。色はライトオリーブとウッチーが着ているナチュラル、はい、こちら2色になります。今回はですね、普段でも着やすいようにですね、ちょっと色味を抑えたというかシンプルな色としました。僕も普段から結構着てますし、ウッチーも着てるんですが、普段使いもできるいい色となっていますので、ウッチーと塾長と同じパーカーが着たいと思った方は番組下概要欄チェックしてみてください。では次に2つ目、はい、2つ目がテイクバックをするタイミングですね、引くタイミング、引くタイミングです、はい、どういったタイミングが良くてどういったタイミングがダメかというと、うん、ダメなのは軸足がついた時に一緒に完了する、はい、1、2、3自分、はい、1で合わせて引くっていうのはよくあるんですけど、まあ、これは自分が簡単に打てるボールとかの時には全然いいと思います、はいはいはい、ただ相手のレベルもどんどん上がってくると、自分が予想だにしないタイミングで合わせなきゃいけなかったりだとか、うん、そんなリズムを整えてる余裕なんてないよっていうことが起きます。そうなった時にこの同じタイミングでの1でしか合わせれないと、うん、もういろんなタイミングに対応できなくなってしまうので、いいタイミングとしては上半身下半身打ちに行く。なるほど。先に上半身のユニットターンを完了させておく、やってから動き始めるって、こんな分かりやすいって感じではないんですけど、イメージとしてはこういうイメージになるって感じですね。なるほど。言ってる時にはもう完了してっていうイメージになるので、なるほど、ちょっとねこれを塾長に意識してやってもらいたいと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。で、そうで、はい、今意識してもらってたのですごい先に行っててそうなると多分塾長思ったかなと思うんですけど、リラックスできない、余裕ありました、余裕ありますよね。で、余裕が生まれる原因としては上半身のセットが終わってるとラケットっていつでも出せるんですよ。はいはいはい、はい、で、いつでも出せるので相手のボールが速いってなったとして、足がセットできてなかったとしても上半身は回せれるので、速い球にも対応できるし、そこから強い球を打ちたいからっていう軸足にしっかり乗ったとしても打てるので、一つ先にテイクバックを完了しておくっていうことをやるだけで、速いボールにも対応ができるし、ゆっくりなボールにも対応ができるようになる、どっちもいけちゃうっていうのがあるので先にやっておく。やっぱりここで一緒にガンって合わせるのにグッて引いちゃうとどうしても力入っちゃうんですよね。この一緒にこうグッて入っちゃうので、いい球を打ちたいってなると力も入らないと、いい球を打てないと思うので、そういった時にはいいとは思うんですけれど、基本的には常に 6,7 割ぐらいの力で打つっていうことを考えると、上半身セットした状態で足がどんな状態でも打てるようにしておく。で、これの一つですね、レベル上げた練習になると、球出しが速いボールを出したり短いボールを出したり、ちょっとゆっくりなボールを出したりっていうランダムにやります。ランダムになると足が多分自分の思った通り合わせることってできなくなる。なのでクローズで打つ時もあれば、オープンで打つこともあるっていうのになるので、これが最初にテイクバックができてないと、ここで一緒に力入って、あ、短いってなった時にはもう多分左足出ないので、ユニットターン最初にやって、あ、ここかな、あ、まだ短かったんだなってなると最後の左足一歩出たりするので、ちょっとその確認のために最後ランダムのボールやっていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、おお、はい、むずい、もう少し早く、もう、そうです、状態早く作る、状態早く作る、はい、状態、はい、はい、はい、今塾長見てもらっ
ったら多分みんな分かるかなと思うんですけど、足めちゃくちゃ細かったんですよ。めっちゃ細かった。で、なんでかっていうとやっぱり上半身のセットが早くできてるので、うん、足がこういつでも動かせるっていう状態ができてたので、なるほど、足が自然に細かく動かせてたっていうのはあると思います。で、塾長のもう一つ課題としてはやってる感じはあったんですけど、うん、ここの多分ひねりがまだ打つ段階まで足りてないので、なるほど、ここから結果二度引きみたいな、二度引きみたいな感じになっちゃったので、できるのであれば最初から少しだけ、もう少し頑張ってひねっておくことで、ここからそのままラケットが出せるっていう状態にはなると。打つ状態じゃないですか。そうです。ただ一口はここにあるんで、速いボール来ると確かにになっちゃってたので、もう一回引いてました。そうです。なので最初からここぐらいでいっとくと、速いのが来てもこうやってパンパン出てるんですけど、ここのひねりがちょっとまだ甘いかなっていう感じがあったので、このひねりが最初からあればもっと足が固定されてなくても上半身のひねりの力でボールを飛ばせれると、よりリラックスでボール打てるので、ここがちょっとだけもう少し足りなかったかなとは思うんですけど、基本的にはすごいうまくできてたので、打てる状態で動く、ここでじゃあユニットターンじゃないとどうなるのかというと、この状態で動くことになるので、腕も揺れちゃって安定しなかったりとかもしてくるので、やっぱりユニットターン状態で移動しておくっていうのが状態がブレるためには大事になってくるので、まあ、こういったところにもユニットターン大事だよってつながってくるんですけど、なるほど、皆さんぜひユニットターンをしながら先に引いて足を細かくっていうのをやってあげると足固まらなくて済むかなと思うので、ぜひやってみてください。で、最後3つ目がですね、今の基本的なコツにはなるんですけど、最後もう少しレベルの高い練習方法とか知りたいっていう人向けの実践的な練習内容に関してはオンライン塾の限定動画としてお伝えさせていただければと思いますので、もっと実践的なところにまで使える練習方法知りたいんだっていう方はぜひオンライン塾の方を入塾して見てみてください。はい、以上です。はい、淳コーチありがとうございました。ありがとうございました。今回はストロークの安定感がね、爆上がりするフットワーク微調整法ということで、スタンスとあとはラケットの引くタイミングについてお話ししてもらいました。で、これ僕にとってはどちらもすごく当てはまってですね、僕は基本的に右を出した時に引いて打つっていう打ち方なんで、右左じゃないと打てないんですよ。それがさっきは左右で打つっていうのがあったんで新鮮でしたね。左右の時はなんかよく言うとリラックスできてた、うん、あれっていうと多分力の入れ方があんま分かんないみたいな。そうそうそう、ふわふわ同じような人いるんじゃないかな、うん、どうしてもやっぱための方は右足って習うから、はい、溜めた時に引いて打つっていうのはできるけど、左右パン、はい、このリズムが僕はないで、多分同じような人視聴者の中にいると思う。やっぱウッチェがこういろんなボールに対して試合の中で安定して返せるのってどんなリズムでも打てるようにやっぱり練習してきたからかなと思うんで、引くタイミングもそうだし足の話も2つ組み合わせるとすごい安定感上がるんじゃないかなって僕もやってて思ったので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、最後まで見てくれた塾生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾ではソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。